おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ362です。はい、今回ご紹介するのはですね、前回最後の方に、言いましたフィグマです。はい、ちょっと特殊かなっていう感じです。はい、それがこちらです。じゃーんと、はい、フィグマの、SP062。 はい、今までは普通にナンバーだったんですけど、これちょっと特殊じゃ特殊ですね。ただこちら店頭売りだったはずです。はい、三陸鉄道運転士久慈アリスで合ってんのかな。はい、でこちらの鉄道娘ってやつですね。これが10周年みたいですね。テンスアニバーサリーって感じですかね。はい、それが出ましたということで、まあ購入はしておりました。はい、ちょっと時期は遅れましたけどご紹介します。一応パッケージこんな感じ、側面、裏、反対側で、トップとリアで、パッケージに載ってるこれですね。このベンチとかこの辺のものは、別売りのものみたいですね。はい、ということで、別途ご用意する必要性がちょっとありそうです。あとこれですね、これとかもそうです。はい、では早速開けていきたいと思います。ではレッツオープン。はい、箱から開けたのがこの形となります。それでですね、こちら中紙なんですけど、今までこちらにあの点線があって、別売りの、D ステージというやつに取り付けるものがついていましたけど、今回はなんかこういう台紙がついてますね。まあこれをこのように置いて、まあフィギュアを置いてとか、そういうような仕様ができるのかなと思います。なかなかこういう中紙かなりないパターンだと思います。はい、では本体に戻しまして、一応こちらですね、フィギュア本体と交換用の表情パーツ一種、あと髪型違いの頭部パーツと、まあ、カバン、あとシフトボディで座ってるやつかなと、あと交換用の手首とベースとアームで、説明書も多分ここに入ってると思います。ではですね、こちら、箱から開けて中身、並べたいと思います。はい、一式並べたのがこの形となります。いつものベース、いつものアームは変わりません。で今回ですね、手首ホルダーがなくですね、これ手首が単独で袋に入ってました。で、あと交換用の表情パーツ、髪型違いのパーツ、あとカバン持ってる手首ですね、これ完全に右専用となってます。はい、あとシフトボディ1つ、あと本体ですね。はい、ではとりあえずパーツ一式置けまして、はい、こちらなんですけど、今多分これ動かしたらポロッとあるものが取れます。取れないし、はい、この帽子です。この帽子は特にあの内側にマグネットがついてるとかピンで止まってるわけではないので、こう動かすと落ちます。はい、これピンでもいいしマグネットでもいいし、なんかもうちょい、取れづらいような方式でくっついててくれるとよかったと思います。では一応こちら外しておきますね。ではまずこの状態でぐるり回します。はい、こんな感じです。で背中ですね、背中のここら辺に穴がありますんで、ここの部分に、まあ、アームをこう取り付けると。で今こちらの髪型後ろに長い方なので、この角度変更のやつをつけないとちょっと苦しいかもしれないですね。はい、ではですね、可動範囲いきたいと思います。まず左右、はい、で上、これ上です、これ上ですよ。ああ、シフトボディの関係で、この胴からの分離が非常に、緩いです。はい、でこれが上限界、どうしてもここの部分が干渉してます。で下は多少動きますね。でちょっと一旦首外すんですけど、こちらここに分割線入ってるの見えますかね。ここの分割線で、髪の毛動くようにここにジョイントが入ってるんですけど、このジョイントを動かしてもそんなに角度変わりません。こうグッとひねってもですね、ここの頭部側のこのパーツが硬いのでそんなに反ることができないんですよね。なので、上向きのやつは苦しいですね。首をもっと上に向けるっていうのは厳しいです。はい、もし上に向ける場合にはこの
別な髪型のこの頭部をつけた方がより動くと思います。はい。あとここの前髪ですね、これも非常になんか取れやすいです。これは多分個体差の問題だと思いますけど、はい。では次腕ですね。この受け部分にボール状にとか入っているのでグリグリ動きます。ただ真上というのはちょっと苦しいですね。やっぱり肩口とこの辺ですね、これがやっぱり干渉しちゃってるのと、こっち側が硬いんで真上はやっぱり厳しいですね。上っぽいのがこんな感じです。はい。で手首は腕はここまで曲がります。で腕のロールなんですけど、これはここですね、ここの関節部分でこう回ってるだけです。この白い部分ですねと肌色のここの間は稼働する可動域はありませんので、本当にこの肘関節といいますか、ここで動かしてあげる感じです。はい。で手首は一応200番以降のものなので、ここにジョイント入ってますね。本来抜けちゃダメなんですけど、はい、そのジョイントによって腕が動くという感じです。で印象としてはなんか若干全体的に緩い感じがしますね。はい、左右はこんな感じです。でボディの可動は一応胸の部分ですね。お、外れてんじゃねえのこれ。あ、こういうことか。腰だけですね、この腰部分で動きます。ここはもう非常によく動きます。これ後でここの部分ちょっと分解しますんで、それで確認できると思います。でこのスカートパーツは多少柔らかいんですけど、そこまでふにゃふにゃなパーツじゃないので非常に硬いです。なので足の可動はもう左右こんな感じ、前後こんな感じ。はい。でこのスリットの入りがあまり広く設けられていないのでこんな感じとなってしまいます。はい。ではですね、アームを取り付けていきたいと思います。一旦首外しまして、背中のここの穴ですね、ここのところに差し込みまして、ベースを取り付けます。はい。であとアームを調整し、まあとりあえず今は頭部を外しましたけど、つけたまんまでもできなくはないと思います。ただあんまり入れやすいという感じはないですね。はい。一応取り付けたのがこんな形となります。はい、回します。はい、こんな感じです。で先ほどここので、先ほどこの腰の部分分解して可動を説明しますと言いましたけど、こちら簡単に取れます。まあこれ取れるのはこのシフトボディに簡単にチェンジできるためですね。でここのクリアの棒ですね、ここの部分で動くのと、スカートこうやってやったら取れるんですけど、ここの根元ですね、ここの根元でこう動くので、ボディの方で二重でこう動くので、よく動く感じです。で足の可動自体はやっぱりこう広いんですけど、どうしてもこのスカートですね、これがどうしても硬いので、ほとんど足の可動は死んでますね。一応足自体はここまで曲がります。はい。ではスカート戻しまして、本体に戻します。はい。一応可動範囲としてはこんな感じですね。はい。ではですね、表情パーツの交換とかその辺を言ってみたいと思います。まずこちら前髪パーツを取りまして、今ついている表情パーツを外します。そして別な表情パーツ、はい、この2種類しかないです。そして前髪パーツを戻すと、はい、これだけです。あと、まあ、帽子乗っけてあげるとか、こんな感じです。はい。で、頭部ですね、これを交換するんですけど、先ほどから何回もやってますけど、引き抜きまして表情パーツと前髪も使います。
を取ります。そして別な頭部パーツですね、こちらの方に表情パーツを移植しますと。はい。そして先ほど取った方に戻しますと。はい、こんな感じです。こういう感じですね。で、こうすると多少上向けるかな。でもやっぱりここの部分がここですねが干渉してるんで、真上っていうのも向けないかな。さっきよりは上に向いてる感じがするだけですね。はい。ただ首周りは非常にすっきりしたんで、より動きますね。あとこれの状態に帽子を乗っけてあげることもできます。はい、こんな感じです。そして、手首の交換ですね。手首はこう抜きます。ただこっちにジョイント乗っけやすいので、これも手首の方から外します。はい、取り外したのがこの状態で、こちらのジョイントの短い方ですね、こっちじゃなくてこっち、この短い方に別な手首パーツを取り付けて、あと腕の方に戻してあげると。はい、こんな感じにすることができます。ちなみにこの平手ですね、指閉じてる平手は右のみです。あとこのグーは左右両方にあります。で、あと指差しですね、こちらも左右あります。で、カバン持ちは先ほどの通り右手分しかありません。はい、こんな感じです。で、あとシフトボディですね、この座ってるやつ、これも一応足動きそうな関節が一応ここですね、この隙間から見ると動きそうなんですけど、このスカート自体今度外せないんで全然可動域は見えませんが、一応動きそうです。で、こちらに、取り付けるときにはまずこちらの方から下半身パーツを取りまして、この膝から下ですね、これを取ります。そしてこちらの方に、はい、このように移植してあげます。で、あと足を曲げて、ここの底の部分は平らになってますんで、四角いものですね、あのパッケージ裏に乗ってあの箱っていうか椅子、あれに座らせたりすることもできます。で、この状態でシフトボディを戻してあげると。はい、こういう状態になりますんで、ここのところにで座らせてあげるという感じです。はい、ある意味こんな状態、このように座らせてあげることができるという感じです。ここの底ですね、お尻の底の部分がやっぱり平らになってるんで、こういう平たいものではやっぱり安定して座らせることができますね。で、やっぱり雰囲気出すためにはやっぱりあのパッケージに載っているようなベンチですね、そういうものを使用した方が、やっぱり雰囲気は出ていいんじゃないかと思います。はい、はい、一応足の方を戻しました。以上こんな感じです。ですね、今回のこちらはですね、やはりちょっと足部分ですね、ここがあまり動かないのと、この頭部パーツ、せっかくここの部分でジョイントパーツがあってこう動くんですけど、やっぱり反対側のこっち側が硬くてですね、よく動かないというのがちょっと残念ポイントかなと思います。はい、こちらのシフトボディへの交換とかも問題はなかったんですけど、その辺がちょっと気になる点だったかなと思います。それと、別売りのですね、このベンチとか、ここのこういうやつ、こういうのを含めて遊ぶという前提のものなんで、ちょっと付属品が、若干少なかったかなっていうのもちょっと気になった点ではありましたね。はい。出来は悪くはないと思います。ただ、その辺がね、気になるかなっていう感じでした。はい。一応次回ですね。次回は、フィギュアーズの方をちょっとご紹介しようかなと思っております。はい。それではまた次回お会いいたしましょう。バイ。